第2回目なんです今回実はですね、はいはい、小泉さんまたよろしくお願いします。脱線する感が僕ちょっとあるので、はい、私もどこまでも脱線してくれる人間です。そこが魅力でもあるんですけど。まず僕どうすれば聞きたいのは、はい、だって2022年の2月24日に始まって、はいはいはい、今1年半ぐらい経って、でまあ、例えば6月に攻勢をねまたウクライナがやりましてっていうことになって、どうですかこれいつまで続くんですか。いつまで続くっていうことをはっきり申し上げるのは難しいんですけども、うん、いつまでに終わらなそうかってことは言えるんですね。なるほど。で一つは僕はもう確実に年内には終わらないだろうと、うん、でそれは今やってる反転攻勢がどれだけうまくいったとしても多分このロシアの占領地域の一部を取り返すだけで多分終わっちゃうからですね、うんうん、それはウクライナ軍の構成能力から言ってもどこかでこうまた秋の定年が始まる時期を考えても、うん、まあ、年内にはまず終われないでしょう、うん、ちなみに今ロシアの占領地域って大体ウクライナの国土の 17% ぐらいなんですね、うん、2割弱をロシアが占拠していて、はい、だからこの全部を取り返すのは無理だとしても、うんうん、これをせめて1割ぐらいまで減らしてからやめるということをウクライナ側 の勝利条件とするとですね、うん、まあ、今年中には無理だし多分来年中でも難しいんだろう、うん、そのゼレンスキーさんはこれ妥協する余地はあるんですか彼には。どんな政治家でもそれは考えないわけじゃないと思うんですよ。ただ、うん、戦争が始まってからのウクライナ社会の中でそれを口にするのはとても難しいということですね。やっぱりその北方領土問題だって、うん、事実上その2018年11月のシンガポール会談で安倍政権としては、うん、まあ、2党まで、まあ、事実上も後退してみせた、うん、2党だって歯舞石子端ですから全体 7% ですよね、うんうんうん、でも 7% で手を打つってところまで後退するのに要するに日本は70年かってるわけですから、うん、ロシアとも現在進行形で戦争中で、うん、ウクライナ市民がロシア軍に殺されてるって最中に、うん、まあまあ1割はしょうがないですわとはなかなかゼレンスキーも言えない、うん、これは。まあ、ですからまあある程度ウクライナがある程度のものを取り返したなと、で残り1割をどうするのかっていう時にまあうまいこと政治的調停が入ればそこで終わらせられると思うんですけど、それさえダメだった場合っていうのは本当にもう泥沼になっていってしまう可能性があるんで終わらせ方は難しいし、終わらせられなかった場合、例えばこの戦争が5年続いてしまった場合に最終国力でロシアのその国力がずっと大きいわけですよね、はいはい、そっちが効き始めてきてしまう時期っていうのはあり得るわけですよ、うんうん、私は終わらせ方がすごく大事だと思う一方で、でもその終わらせ方がどういうふうになるのっていう具体的な像も見えないという意味では、なかなかこの戦争まだまだいろんなどんでん返しがありそうだなと思ってるんですよ、うんうん、いや今まで思い出して、本当僕もアメリカで留学してる時にその MIT に来てた、うん、米軍の幹部の方が言ってたのは、やっぱ戦争って犬と同じで一回野に放つともう回収なかなかできないと思うみたいな、だからもう本当にこれ始めるのは、まあ、いわば簡単だけども、うん、こやめるのって本当大変だということで、2022年2月24日に始まってすぐに、まあ、それこそ1週間とか全て終わるんじゃないかという話と、まあ、そういうロシアめちゃくちゃ弱いんじゃないかっていう論調が当時うわーっとこう、まあ、当然アメリカの専門家なんかうわーって言ってたわけですけど、そのあたりどう見てるんですか、空軍力も含めてですけど。まずロシアが強いか弱いかっていうよりはウクライナが思ったり弱くなかったっていうのが僕は正確だと思うんですよね、うん、つまりこうロシアも西側の国々もウクライナの軍事力を舐め切ってたわけです、うん、でただウクライナはもともとその量的に言うと旧ソ連第2位の軍隊を持ってるんですよ、うん、でこれは GDP も人口も工業力も旧ソ連第2位だから、うん、それなりの規模の軍隊を持つことができていて、でなおかつその8年前に1回ロシアの侵略食らってるわけですね。だから8年前は本当にダメな軍隊だったんですよ、うん、でそれどころかそのロシアが攻めてくる半年前、うん、2013年の秋には徴兵制まで廃止しちゃってるんです、うん、だからもうこう精神的にも油断しきっているところにロシア攻めてきたから、うん、2010年の時はボコスカにされた、2015年頭ぐらいまで戦闘が続くわけですけど、うん、あの時まさにこう最前線でロシア軍に包囲されてひどい目に遭ってたのが今の総司令官のザルジン大将ですよね、うんうん、だからああい こうロシア軍に本当にこうひどい目に遭って若手の将軍たちがかなり真面目にこの開戦に先立つ8年間筋トレしてきたわけですね、うん、はい、軍改革真面目に進めてきていて、うん、でうまくいかなかった部分もたくさんあります、うん、現場とか中堅の人たちの頭の中切り替えられなかったってでかいし、うん、
あとあの金がないから装備の更新全然進まなかった、はい、でもうまくいったのは予備役動員システムですね。一回あの国は徴兵されますから、みんな一回1年軍隊行くんだけど、うん、軍隊から出た後も月に3日ずつ軍事訓練受けてくださいと、うんうん、でその月3日軍隊に来る分給料が減らないように、うん、あのお勤め先に国が補填しますから、うん、まあ、アメリカの州兵とかと同じシステムですよ、はい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 、みたいなことをやって、で一応ね開戦前のウクライナの国防白書を見てみると23万7千人確保してるんですよ、予備役を。でその予備役を受け入れるための地域防衛部隊っていうのも各州に1個旅団ずつ作ってるんですよ。だからこれを開戦直後にブワーッと呼び集めてきて地域防衛旅団バーッと立ち上げてやれたので、まあ、これがやっぱ相当大きな抵抗力になった。不思議なのはこれ情報戦とかもあるのかもしれないですけど、そのウクライナの方々、ウクライナのまあ兵士たちもかなりの被害出てると思うんですけど、うん、死傷者もいると思うんですけど、そういった話ってあんまりあれですよね。本当ならばドキュメントされて出てきて、それこそこれは戦争じゃないですけど、シリアとかであれば民間人がどうかっていう、そういうイメージ出してくるとかあるんですけど、そういうのはあんまり出てこないのも、やっぱそういうのはイメージとして出さないっていう、ね、うん、戦略をやってるんですよ、感じでしょうね、うん、あの実際はウクライナ軍もめちゃめちゃ死にまくってるはずで、うん、まあ、この前出てきたそのロシア・ウクライナ双方で、50万人死傷っていう推定を見てみると、ロシア軍が17万人戦死、うん、でウクライナ軍が12万人戦死とか言ってるんで、うん、ということは陸上自衛隊ほぼ丸ごと全滅みたいな死に方を実はウクライナ側もしているはずなんですよね。開戦前のウクライナ軍って19万6千人ぐらいですから、でうち陸軍が16万人ぐらい、だからもう陸軍の4分の3戦死みたいな、当初持ってる兵力ですよ。とんでもない犠牲を出しているし、もちろん市民の方もいっぱい死んでるんですけど、それはあんまりこう確かにおっしゃるように全面出してない、出てこないですよね、うん、でウクライナの人とかちょっとちらっと聞いても、うん、あのいや親戚の親戚がどうも戦ってるみたいだけど、うん、みたいなちょっと非常に他人事だったりする人もいて、うん、思ってる以上に緊張感が現地になかったり、まあ、当然東部だけなのかもしれないですけど、うん、まあね、それは表に出ないようにしてるのか、なんか分かりにくいですよね、うん、その辺の、まあ、もう一個はやっぱりね、ウクライナ人側としてこう戦争でもう我々の日常が完全に失われましたっていうふうには言いたくないんですよね。ロシアのせいで我々の日常が奪われてるってことがなんかこう敗北を認める感じになるので、いや我々あくまでも日常生活は継続してるんですよ、マクドナルドだって普通に開いてるんですよ、ね、開いてますしみたいなことですね、あの夜はあのワインバーだって開いてるんだ、そうそうみんなね、うん、でただあのやっぱり戦争は絶対負けないし、うんうん、っていう意味ではまあそれはいいのか悪いのか微妙なところではあるんですけど、国民のその抵抗意志があの非常に持ってるっていうところも、私はウクライナが思ったより弱くなかったってことも大きな理由だと思いますね。かたやですね、はいはい、プーチン大統領がね、はいはい、あのまあ、弱り切ってんじゃないかっていう話と、うん、確かにまあ体は悪そうだっていう話とあるんですけど、うんうんうん、プーチン大統領の、まあ、数々の、まあ、ミスジャッジメントとか間違い過ちをしてきたんじゃないかというようなことはありますけど、プーチンのこの1年はどう見てますか、1年半、うん、あのまさにね、去年の秋ですかね、あのコメルサントって新聞のアンドレイ・コレスニコフって有名記者がいるんですけど、彼がプーチンに何か後悔してることはありませんかってすごい質問したんですよね。あ、コレスニコフはちなみに、ね、プーチンが大統領になるときに最初に彼のインタビュー本を書いた時のインタビューはあの一人だったんですね。なるほどなるほど。だから本当にプーチン大統領誕生からずっと見続けてきたご意見番記者みたいな人から、なんか後悔してることあるんじゃないですか、もうだからもう完全になんて言うんですかね、ダメだぞって言われてるわけですよね。はいはいはい、でもプーチンは何もありませんということで、だから対外的にはやっぱり彼はあのいや私はもう全然正しい戦争をしてますよ、正しい選択をしてますよということではあるんですけど、まあ、あの当初の目論見が外れたことはもちろん気づいてるでしょう、ね、そうですよね、うん、あの彼はやっぱ特別軍事作戦という言葉を使ったのは本当にそうするつもりで、うん、戦争にならずに軍隊は出動するんだけども、電撃的に占領してしまうだけである。うーん、まあ、結局第二次世界大戦が終わった後ってソ連って本格的な国家間戦争一回もやってないんですよ、うん、でやったのは唯一チェコとハンガリーに侵攻していって、政府を麻痺させてる隙にワルシャワ条約機構がなだれ込んできてソ連に逆らった社会主義国を電撃占領してしまうっていう作戦、うん、あとはその79年にアフガニスタンに攻め込んだ時も、はいはい、これもやっぱりそのアフガニスタン指導部を特殊部隊が排除してる間にソ連軍が、うん、あのアムダリア川を越えて侵攻してきて電撃占領しちゃう、うん、いつもこのパターンなんですよ、ね、多分今回もそれと同じことがウクライナにできると思っ
ったから特別軍事作戦という、まあ、これちなみに法の定めがないので特別軍事作戦という言葉が、はいはい、戦時なんだか平時なんだかも分かんないんですけど、そうですよね、だそれで済ませられると思ったのは間違いないと思うんですね。ロシア人の方々はそうですよね、その曖昧さで怖くて、これが本当に戦時中ってロシアになれば、彼ら企業からみんな国民もね生活もかなり制限されるってことになって、だからそれが怖いからみんな逃げるって言って言ってましたよね。だからまあプーチンの思惑もそういうところなんですよね。でまあだからそれがでもできなくなったらプーチンをじゃあ失敗しちゃったと思って矛を収めるわけではなくて、まあ全く普通の戦争に切り替えて、まあ1年半延々やってるわけですよね。でその間にまあその制裁も食らうとかデュアルユース品の規制であるとかでものすごく問題が出てることは間違いない、うん、けどもじゃあそれでロシアという国が近代国家としてやっていけなくなるのかとか、ロシア軍の戦争継続が不可能になるのかというと、うんうん、同時にそうでもなかったということがやっぱりこの1年半証明されているので、うん、多分プーチンはまだやれると思ってるんでしょうし、私もそう思うんですね。だからやっぱりこの戦争なかなか終わらないと思うんです、うんうん、でもロシア国民はどう見てるんですか。軍事作戦なんで、うん、っていうことをずっと、ね、言われてるからってことかもしれないですけど、プーチンの別に支持率がその落ちるってこともないし、やっぱりそのプーチンが言うそのウクライナの裏にアメリカがいるんだ、こいつらやっつけに行くんだとか、うん、ウクライナ政府はなぜロシアに逆らうのか、それはネオナチだからだと、うん、要するにこの我々はかつてナチスを倒した正しい国であるので、我々に逆らうやつはネオナチに違いないってロジックなんですよ、でもこの話は受けてるんですよ、ある程度ロシアの国内に、であるいはそのウクライナは本当はロシアの一部でなければいけないとか、はい、だからこうプーチンの言うことはふわっとロシア人一般にとって耳障りの良いことをプーチンは言ってるわけですよね。なるほど、なるほど。自分のとこに赤紙さえ来なければ別にそれでいいわけで、ね、なるほど。だから唯一みんなが本当にこうプーチンに反発を示したのは去年の9月21日部分動員を発令した時ですよ。この時はあの本当にこうデモが起きましたけど、それ以外はまあ要するに遠くでプーチンが戦争をやっている、でまあなんかふわっといいこと言ってるしいいんじゃないって、おそらくそのぐらいで流しちゃって、でも経済でもねちょっと疲弊してるっていうか、ちょっと若干生活に影響を及ぼしてるような気がするんですけど、それよりもプーチンが言ってることの方がまだ彼らの中には刺さってくるってことなんですね。まあ景気は間違いなく悪いですし、あの消費生活にいろいろとこう不便が生じてることは間違いないんですよね。だから今の30歳以下の若者、豊かなロシアしか知らない若者たちは、うんうん、多分いろいろ不平たらたらだと思うんですけど、じゃあ彼ら命をかけてロシアの機動隊戦って反戦を叫ぶかって、そうではないと。そうですよね。で逆に50以上の人たちになると、あのめちゃくちゃな1990年代を覚えてるのであれに比べたら全然みたいな全然みたいなで、まあ多分なんだかんだロシア社会の強靭さが悪い方向に出てしまってるって感じが僕はするんですよ、ね、でもその世代のこう分析面白いですよね、やっぱり、うん、給料出ないとか食べるものないとか、あの軍人や警官がこう闇で稼がなきゃいけないとかっていう時代に比べたら、やっぱりなんだかんだ今のロシアまだ安定してるんですよ。でプーチンがその安定をもたらしてくれたって思ってるから、プーチン倒すのもなんとなく怖いんですね、みんな。あー、なるほど。そうですね、生活を保障するから、そうそうそう、俺は国外でこういうことやってるよっていうのは許してくれって話ですね、彼らの。だからその後何が来るかって予想つかないわけですよね、うんうん、次ちょっともうウクライナもうちょっと聞かせてもらって、はい、小泉さんの留学時代の話とかも聞きたいな、はい、分かりました